はい、皆さんこんにちは、健やかナビです。この番組では、誰でも簡単にできる、体操や運動をご紹介しています。今日は、自分の体重を使ったスクワット、これを紹介していきたいと思います。指導は健康運動指導士の中田です。はい、まずは肩幅よりもちょっと広いぐらいな感じで、平らなところにしっかりと、立ってください。つま先はまっすぐかやや開くとやりやすいと思います。はい、じゃあそのままですね、手は反対の肩にそれぞれ置いてみてください。じゃあ後ろに何か椅子があるのを想像して、お尻をゆっくり後ろに突き出しながら、そのままゆっくりしゃがんでみてください。目安は膝の関節が90度になるぐらい、はい、これでしゃがんだらまたゆっくりと立ち上がっていきます。動作のポイントは膝が前に出ないように、膝が前に出てしまうと膝だけの運動になってしまいます。スクワットのポイントは股関節を大きく動かすことになりますので、そのためにはお尻をぐーっと後ろに突き出すようにして座ってください。でゆっくりと立ち上がっていきます。はい、じゃあもう一度いきますよ。はい、じゃあゆっくりお尻を後ろに突き出しながら、背中を丸くしないようにしっかり前を向きながらしゃがんでください。でゆっくりと立ち上がっていきます。じゃあちょっとカウントをつけながら、しゃがんでみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、だいたい4カウントぐらいで下がって4カウントぐらいで上がるといいと思います。はい、じゃあもう一度いきます。はい、2、2、3、4、5、6、7、8、じゃあ5回までちょっとやってみましょう。はい、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、深くしゃがめばしゃがむほど強度が強くなりますので、しゃがむポイントで皆さんの体力に合わせてやってください。はい、5、2、3、4、5、6、7、8。はい、じゃあ今肩幅に、のサイズのスクワット、スタンダードなスクワットをしましたが、今度は少し足の幅を広げて、肩の倍ぐらいに広げてみてください。今度手は腰に置きましょう。つま先は大きく外向きに、してみてください。じゃあ今度はですね、お尻を突き出さずにまっすぐしゃがんでもらって構いません。じゃあまた5回やってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、先ほどと違って今度は内ももがターゲットになっていますので、お尻を後ろに出す必要はありません。じゃあこれも5回やってみましょう。2、2、3、4、5、6、7、8。はい、3、2、3、4、5、6、7、8。下にしゃがんだときはストレッチになりますので、足を大きく開けてください。はい、4、2、3、4、5、6、7、8。はい、5、2、3、4、5、6、7、8。今日の運動はいかがだったでしょうか。
今日ご紹介したのはスクワットといって筋力トレーニングの王道中の王道です。キングオブトレーニングと言われていて、下半身の筋力には最も効果があると言われています。1日10回を目安にして毎日続けてみてください。必ず健康になる効果が期待できると思います。それでは次回も見てください。